どうも、皆さんこんにちは。ゆっくりのマリサと、ゆっくりの霊夢が、ギターカバー動画を紹介します。今回のギターカバー動画は、プレイングマンティスのチルドレン・オブ・ジ・アースです。チルドレン・オブ・ジ・アースはデビューアルバムであるタイム・テルズ・ノー・ライズの B 面最後を飾る曲です。B 面とか言うな。デビューアルバムが発表された1981年はニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタル・ムーブメント真っただ中で、多くのバンドがデビューしたんだけど、歌メロやギターのハーモニーの美しさでは群を抜いていたんだぜ。中でも今回カバーしたこの曲は、疾走感がありながらも物悲しい旋律とドラマチックな構成、そしてサビの3声コーラスの美しさが特徴的な、アルバムの最後にふさわしい曲なんだ。ところでなんでカマキリなの？初期にボーカルを担当していたスタンリー・カミンハムのステージアクションがカマキリみたいだったことと、カマキリの前足がお祈りをしているように見えることからバンド名にしたらしい。灯籠剣的なものかしら？カマキリ拳法的なものかもしれないぞ。カックラキン出身ってことなの？いつまでもやってると偉い人に怒られるぞ。だったらさっさと前説に戻れよう。というわけで前説に戻るが、ウプ主の勝手な想像なんだが、彼らがデビューしたタイミングではアイアンメイデンやサクソン、エンジェルウィッチなど、音も楽曲もとんがったバンドが主流だった。サムソンとかダイヤモンドヘッドとかもかっこよかったよね。そんな中、ハーモニーの美しさや繊細なメロディーラインが前面に出た彼らのスタイルは異質だったと思うし、度重なるメンバーチェンジやマネージメントとのトラブルもあって、自分たちの居場所がなくて苦しんでいたのではと思うんだ。デビューが早すぎたのかな？そうだな。もちろん、ウプ主を含めて熱烈なファンは当時からいたし、アルバムも非常に完成度は高いと思うんだが、ヘビーメタルというジャンルがもう少し細分化された以降にデビューすればもっともっと評価されたと思うんだぜ。楽曲だけじゃなくてバンドの生き様にも哀愁があるね。まあ、ウプ主の勝手な思い込みだけどな。異論は認めます。ちなみにジャケットデザインはロドニーマシューズで、裏ジャケの虫とジジイがかっこいいんだぜ。ヒプノシスやギーガーと同様にジャケ買いされてたよね。さて、そんなこんなで前説の尺が2分を超えたので話はそろそろ終わりにします。動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは最後までゆっくり見ていってね。
最後までご視聴、ありがとうございました。まったみってねー。